ことを知る過去のレッスン。着いたわよ。まさかロビン。ついに来たのね。ロビンさんは自らの意志でエナの夢から目覚めたんだ。そして強い彼女は諦めることなく歌い続けることで私たちをここまで導いてくれた。私が目覚めた理由はあなたたちと同じよ。夢の中で現実では絶対に起こり得ないことを。本当にひな鳥を鳥かごに入れるの？その子には自由に空を飛んでほしいのに。このひな鳥はまだ弱い。僕たちがお世話してあげないときっと生きられないと思う。君はヒナが死ぬのを見たいのかい？そういうわけじゃないけど。じゃあこのヒナが空に戻れるようになるまで一緒にお世話してあげよう。鳥は空を飛びたいからこそ翼を持って生まれてくるんだ。たとえいつか地面に落ちることになるとしても鳥かごに閉じ込めるのは良くない。鳥は生まれた時から空のものだからね。その幻覚は甘すぎてただの夢であるとはっきりと気づかせてくれたわ。これは私たちの最後の希望でもある。エナの夢はハルモニア聖歌隊、童顔の化身によって成り立っていて、ピノコニーの全ての生命の願いが一つになった時にだけ現れるの。今それは人々の夢の中で眠りたいという願望によってとても強固になっているわ。破壊するためにはピノコニーの全員に夢から目覚めたいと思わせる必要がある。問題はどうやるかよね。人間が抱く美しい幻想への憧れはほとんど執着に近く、その心理は無意識のうちに残酷。私だってわざわざ彼が完全に無防備になるよう準備を整えて、彼自身に真実を明らかにさせることで、でもピノコニーの全ての人となると、それほどの規模の人たちに同じ意志を持たせるなんて。ああ、この計画はアイオーンを復活させるのと同じくらい難しいかもしれない。だがそれでも黙って見ているわけにはいかない。これは宇宙の存亡に関わる危機なんだぞ。数字なんかにこだわってる場合か。ブラックスワンのおかげだ。大したことはしてないわ。ピノコニーにいるメモキーパーたちに感謝するのね。これは計画の第一歩だ。ガーデン・オブ・リコレクションの助けを借りて、あなたたちのように強い人々が徐々に夢から目覚める。だがこれほど大きな無境を前に数十人では数が少なすぎる。短時間で数十万、数百万単位の自由意志を目覚めさせるために内部からの突破が難しいなら外部に助けを求めればいい。
奥質に満ちた星系であるアスデナには共感覚無境という不思議な現象がある。それは初めてここを訪れた時、ほとんどの人は別の誰かの思考の中に現れ、そして今この瞬間、アスデナ星系には一つの夢しか存在しない。つまり大勢の星間旅行者がアスデナ星系に跳躍してくれば、彼らの自由意志がこの夢に混ざり、その基盤を揺るがすことができるということか。でも呼び寄せた人たちが美しい夢に落ちて、かえって秩序の土台となってしまう可能性もあるわ。本当に難しいのは、あなたたちのような強い意志を持った人たちを、どうやら決明玉鳥を使うしかなさそうだな。いや、その必要はねえよ。先週同盟を動かすまでもねえ。一生に一度しか使えねえ宝物は大事に取っておけ。数千数万の自由意志、巡回レンジャーに任せろ。まさか巡回レンジャーを集められるのか。へっ、外の連中は巡回レンジャーは神出鬼没で互いに連絡も取り合ってねえと思ってる。実際はまあその通りだな。ヨミ、これが何だかわかるか。私が返した遺物だな。ああ、これの持ち主はあんたに教えたはずだ。こいつは巡回レンジャー以外には何の価値もねえ。なぜならこれは副葬品で、巡回レンジャーのために輝かしい閃光をあげた英雄しか持つ資格がないからだ。こいつの光が宇宙に現れたなら、無数の流星が空を切り裂く。それは集結する巡回レンジャーの火花だ。奴らは銀河の各地から駆けつける。理由を問わず、大火、巡守の姿勢は一番長い夜にしか落ちねえ。そんでその後には、黎明が訪れる。俺らは長いこと沈黙してた。宇宙の臆病者、ダニ、圧政者どもに。無境が揺らいだら、計画の第二段階は、私に任せてちょうだい。調和の歌声で、深い眠りについている人たちを調律して、人間には強い人と弱い人がいるけれど、開拓が英雄の使命であるなら、調和の責任は強きをもって弱きを助けること。ピノコニーの救世主はピノコニーの人々自身でなければならないの。それぞれの幸せも道も彼ら自身の手で切り開くべきよ。私は七死人ではないけれど、もちろんその中には兄様も含まれてるわ。エナの夢は兄様にとっても。綿密な計画のように聞こえるけど、少し理想を語っているだけのような感じもするわね。人間の弱さは一朝一夕で克服できるものじゃないわ。そうだな。だから計画で一番大事なのは、全ての人の気持ちを変えることではなく、全ての人に自己救済を選ばせることだ。つまり最後はやっぱりあなたの出番ってわけね。ハルモニア聖火隊の力は司令と変わらないから、結局は対等な力で立ち向かう必要がある。美しい夢を覆す最後の段階は。そう言ってもらえると本当に心強いわ。役割分担が決まったんなら、それぞれの戦場に向かおうぜ。さあ、大仕事の始まりだ。少し二人で話せるか。もう一つ説明しておかなければならないことがあるんだ。この盛大な宴はもうすぐ終わる。ここは最後の舞台への出発点であり、かつてはピノコニーの全ての物語の出発点でもあった。あなたのことは信じているが、
出発する前にもう一つ話しておきたいことがある。あなたは知っておくべきだ。果てしない夢の中で私があなたたちと状況を打破する鍵を見つけられたのは、全てある人物の献身と努力のおかげだということ。その人物こそ蛍だ。夢から目覚めた彼女は星の海で列車を見つけ、秩序の残党に関する情報を教えてくれた。それには脚本の助けもあったのかもしれないが、その代償はあなたも知っての通り、密航者である蛍は私たちとは異なる方法で無境に入った。ホテルのドリームマシーンやファミリーの助けもない。彼女が夢から目覚める唯一の方法は本当の死だけだったんだ。どうか彼女の意志を無駄にしないでほしい。これは私たちが全てに勝たなければならないということではなく、私たちの決意があの勇敢な少女に恥じないものでなければならないということだ。それで準備はできたか？わかった。では目を閉じてくれ。この雨はどれくらい続いている？私の記憶が正しければ、おそらく数年、数十年、あるいは純種の意志は命が尽きても消えることはないが、幸いついに亡者の魂を導くことができた。見ろ、海面の影は全て消えた。覚えているか？亡者の無念が全て晴れれば空も晴れると言ったことを。だが雨はまだ止んでいない。そうだ。一体この雨はなぜ私を選んだ？それはまだ無念を晴らしていない人がいるからだろう。凡人が運命の道を歩むというのは、小舟に乗って水面を渡るようなものだ。曲がりくねった跡を残しながら、そして中にはその存在の痕跡が強烈すぎて、その一筋の波に自分の影を残してしまう者もいる。決罪霊、運命の荒人の執念、それはいくつの影から生まれ、自らを当事者だと思い込む。無意識に個人の生前の行いを繰り返す。それは虚無から生まれ、虚無へと向かい無意味な生涯を送る。私と一緒に長い日々を過ごしてきた。そうだったのか。私はもう死んでいるのか？そうだ。私を見守ってくれているのか？そうかもしれないな。私の役目は黄泉の守り人だから、虚無の深淵への道を守り、その中に落ちたがらない全ての命をこちらの世界に戻れるように導く。だがそれが死者たちの望む結果だとしたら。わからない。ただかつてある人がこう言っていた。いつか自分がこの世を去る時が来たら
誰かが墓前に花を手向けてくれることを願う。たとえそれに意味がなくてもか。たとえ意味がなくてもやらなければならないことはある。似たようなことは私も多く経験してきた。手を出せ。そして目を閉じるがいい。私があなたの願いと共に歩み続ける。それを叶えよう。この視界にある最後の無念を晴らすにはそうするしかない。私はまた彼らに会えるのか。ああ、きっと。なぜならそれを教えてくれたのはあなた自身だからだ。あの列車のこと、かつて二人の仲間がいたこと、そしてもう二度と戻れない故郷ピノコニーのこと。そうだ、何度もファミリーに門前払いを食らう。だが私の仲間がまだそこにいることは分かっている。ミハイル、まだそこにいるのだろうか。この手を取り、ついてきてくれ。そろそろここを離れよう。あなたは長い、とても長い道を行くことになる。辺りには暗闇が広がっているが、恐れることはない。それは存在の色だ。それを追いかければ、おのずと進むべき道がわかる。そして最後には、あなたたちはきっと太陽の下で再会することができるだろう。ありがとう。死が、あなたの長い夢を終わらせること、そして目覚めの世界へと導くことを願う。存在の地平線へようこそ。ここは眠る無双者の無数にある姿の一つであると同時に、目覚めた人々が虚無に別れを告げる出口でもある。ここで最後のお別れをしよう。